もう兄者は飲みすぎです。それぐらいに。そなたが羨ましい。わしには困った時に身近に相談相手がおらん。ため息も出るわい。まったくな。兄者は何を悩んでおられるのです。お話しくだされ。曹操が北方を平定し巨都に戻ったそうだ。袁氏を滅ぼしたからには曹操は必ずこの慶州を狙ってくる。貴殿の忠告に従えば曹操を攻めることもできたものを、機を逃してしまった。あのことが悔やまれての。兄じゃ、そう悩まれますな。今天下は乱れ、戦も起こります。またの機会がございます。何をそんなに悩んでおられるのです。実は前よりそなたに相談したかったのだが、今まで言えずにいた。お話しください。私にできることであれば何なりとお申し付けください。実はわしの二人の息子のことだ。先妻の陳氏の残した隆起は頭は聡明だが、乳弱で大事をなせる男ではない。五歳の妻子の子劉曹は頭もよく、わしも溺愛しとる。後継ぎにと思うのだが、長男に継がせるという礼法に背くかといって、陳氏の子劉起に継がせれば軍勢を握る妻子一門から騒動が起こるであろう。それでどうしたものか悩んどるのだ。世継ぎはお家の大事、簡単には決められません。まして私の出る幕では。そなたとは兄弟同様の仲だ。どうか助言してくだされ。後継ぎのことは大問題です。よくよくお考えを。古より長子を廃するは礼法に反し乱を起こすと言います。妻子の力がご心配ならば徐々に権力を奪えばいいまで。情に流されてお決めにならないよ。月日は流れ老いが迫るのに、こう未だならず。まあ貴殿が巨都におられた時、曹操が青梅を取り酒を酌み交わし、世の名士を数えたところ、曹操は貴殿に天下の英雄は貴殿と我だけと申したそうだな。貴殿は曹操でも一目置くほどの人物だ。それうことはなかろうに。私は賢人も領地も持たぬ男。兄者、私に足がかりさえあれば天下の者どもなど物の数ではござらん。兄者、杯を。根の国に劉備のねぐらに行き、殺してから兄上に報告する。ことが知れたら大変ですよ。お任せを。玄徳殿、大変です。玄徳殿。
玄徳殿。どうなすると。玄徳殿、玄徳殿、まだご存知ではないのか。大変ですぞ。まもなく西坊が兵を率いて玄徳殿のお命を奪いに来るのです。早く深夜へお戻りください。これは劉表殿の知らぬうちに西一族が企んだことです。玄徳殿、早くお支度を。これをさあ。慶尚殿に黙ってはいけません。そんなことをすれば西坊に殺されますぞ。では貴殿のご恩は忘れません。さあ早くなされ。早く探すのだ。おりません。なんだと。ああ、ことが漏れたようだ。ぐずぐずするな。早く追い。はっ。数年苦しみながら虚しく過ごした日々、我池の中の竜ならず天に昇らんと欲す。うん、義を引かぬやつめ、生かしてはおかんぞ。長らく玄徳といたが、死は見たことがない。これは誰かの策略やも。兄上、所詮は人の心です。劉備を逃がすのは虎を山に放ったも同じ。今ここで劉備を捕まえねば後悔することになりますぞ。みだりに動くな。よく考えることだ。兄上、今しかありません。虎を山へ返したからには必ず災いとなりますぞ。